こんばんは。体調は大丈夫。本当に喉が痛いだけなんですけど、あとちょっと体がだるいっていう。だから一応今日はもうずっと安静にしてました ちょっとあんま大きな声出せないんだけど、ずっと飴舐めて ずっと飴舐めて、なんか一応お家の中でできることをやってたんだけど、なんかね、体がちょっとなんかだる重って感じ。熱はねないくて、熱はないんですよ。本当にね、鼻水はマシになったんだけど喉が痛い。喉痛ですね。目が赤い感じする？嘘。目はね、大丈夫だよ。昨日はね、鼻水が本当にね、すごかった。もうなんか、もう、じーっとしてたら、もう鼻水が垂れてきちゃって、だから昨日ちょっと、マスクしてたんだけど。ちょっとなんか外に行くのもあれだったから、今日はずっとお家でじっとしてました。明日ちょっと検査の予約が取れたので、明日また検査に行ってきます。病院行ってきます。病院に行く時のポーズじゃないよね、これ。病院行ってやるよ。幸運を祈る。いや、本当に幸運を祈る。ちょっとやだな、これでさ、ちょっと陰性だったのにさ、こないだ陽性って出たら、ちょっと本当に私嫌なんだけど、どうしよう、本当泣きそう。泣きそう。もうちょっと泣くあれでもない、喉でもない 今泣ける喉をしていません。伝助さんはちょっと自我を持ち始めたので、今は引っ込んでもらってます。伝助はやばい。メンバーに関する報告とか言ってさ、
ちょっと本当に勘弁してほしい。もう嫌なんだけど、もう本当に嫌なんだけど。体はね、元気っちゃ元気なんだけど、元気がないといえば元気がない。100%かっていうとそうでもないですね。うん。50%以上、100%以下。早く元気になりたいな。公園ね、したいよね。もうなんかずっとさ、中止になったりしてるからさ。中止延期が続いてるから。公園に出たいんだけどね、ちゃんと。そう、27ですよね。27、28、29。あさって？明日、あさって。こんばんは。ちょっとの公園も出たいし、あれだ、メタバースもあるから、あれも出演したいんだけど、ベストヒットも決まったから、それももちろん出演したいんだけどね。うん、悲しい顔しないで。引きつった笑い。やばい人。無理があるね。危ない人。もう私さ、それで、まあ何をするかって言っても安全にしとくしかなかったので、まあテレビをね見てたわけですよ。見ていたんですけども、サッカーをね見てました。みんな見てましたか？見とらんかった？買い物にも行ったよ。でもそれは夕方ぐらいかな。そう、コスタリカ戦です。本当に残念でしたね。
お仕事の方とか用事があった方とかいると思うんですけど、お家にいた方は結構見てたんじゃないかなと思うんですけれども、ワールドカップ日本対コスタリカ負けちゃいましたね。応援してましたよ、もちろん、もちろん応援してましたよ。でもなんかなんとなくさ、なんか私すごいサッカー素人だし、そんななんか詳しくないんだけど、詳しくないし、そのルールとかもまともにそのなんか知らないんだけど、なんか見てたらさ、なんかちょっと素人ながらにすごいなんか もうちょっと頑張っていただきたかったかもしれないみたいな気持ちになりましたね。うん、あんまり言えないんだけど、あのミスのこととか采配のこととか知ってるところだけで言うとね、知ってるところだけで言うと、まあ、私もよく分かんない部分があるからさ、なんだけど、いやでもそれぐらいさ、なんかすごい見入っちゃったね。言いにくいけどまあでもすごく応援しておりました。どう思いますか、次のスペインってめちゃ強って感じだよね。めちゃめちゃ強強強チームだよね。でも私同時にさ、あのアメバ TV の方も見てたんですよ。あの本田圭佑さんの解説を聞きながら私そんななんかサッカー知らないけど、聞いてたらすごいへーと思って、なんかすごい面白いんですよね。なんか結構あの言葉遣いとかもすごい面白くて、なんかっていうかもうあのもはやあのテレビ10分ぐらいしか見てなくて、あのアメバ TV でほぼ見てたんですけどなんかめっちゃ面白いなと思ってうん、え、そう、本当になんか私なんでさん付けしてるんだろうと思って、あの年ってこの出場してる選手の方が下だよねと思って、あの
出場してる選手の年齢とかちょっと調べたんですけど、そしたら全然本田圭佑さんよりも全然年は下だったから、なんでさん付けしてるんやろと思いながらでもなんかすごい関西弁でめっちゃなんかこう聞いてて、なんか一緒になんか完成してるかのようになんかすごい解説されるからすごいなんか入ってきやすくてでもそれ、あ、それがあれなのか、礼儀としてさん付けしてる、してたりするんだ。そうなんだ。なんか私相手の選手の表情の解説を始めた時に、すごいなんか面白くてしばらくずっと笑ってましたちょっと面白い、そこまでそこまで顔のなんかことまで言うんやと思って笑っちゃいましたね見てこいつの顔って言った時にさそうするとすごい笑いが止まんなくてびっくり、なんかびっくりしちゃったそう、しかもなんかその相手のさ戦い方がさうざいって言ってたのがさすごいなんか言っていいんかなとか思いながらでもそれはなんかあれですよね、もともと日本代表としてすごい最前線で戦ってた方だからこそ、いろいろ今までの功績とか今までの成績を残して来られた方だから言えることなんだろうなって思いながらでもなんか面白いですねあ、確かに地上波ではできないですよね。あれはネットでの放送だからできることって言えばそうですよね。いや、面白いです。そのなんかあ、松木さんの解説をなんか面白いって捉える方もいればちょっとんって思う方もいるのかもしれないけど、私はでも結構なんか知らないから、全然知らないから、そのわーわー言ってくれてた方が、ああそんな風に言えるんだ、そういう風に思えるんだって思う、なんかへーってなんか感じるから、それはなんかなんとも言えないけど、聞いててへーって思うよね、解説とか。すごいなスポーツって。私とかそんななんか全然スポーツ詳しくないけど、こうやってなんかワールドカップとかもさ熱中できるってすごい、見てて日本を応援しようってすごくなんか熱くなれるのが面白いです。本当にね、
野球もサッカーも詳しくない。でもサッカーって本当あれですよね、見やすいですよね。なんかそんな複雑じゃないから、まあその細かいルールとかは複雑かもしれないけど、見やすいよなーって思いながら。このあと何時からだったっけ、28時からスペインとコスタリカでしたっけ。にゃにゃにゃ、あ、違う、間違えた間違えた、スペインとドイツでしたよね、間違えた間違えた、ちょっとコスタリカにとらわれすぎちゃった。どうなるのかな、見る人いますか。マヒナさんマヒナさんを見るんですか、すごい。確かにスペインに勝ってもらいたい。え、あのさ、今勝ち点ってどうなってるんですか。ドイツ、え、スペイン3、日本3、コスタリカ3、コスタリカ3、ドイツ0、3-3-3-0、スペインはコスタリカ戦で7点取ってるから有利。ああそうなんだ。ドイツ以外みんなさん。得失点差、ああそうなんだ、ああそういうことか、へえ、ちょっと見てみる私も。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear ma、 まあDM、 My angel sweet sweet I go Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Mrs. Mrs. you and my sweet 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 I goHappy birthday to you. Ooh. Ooh.
にゃんにゃほほほほほほ。お勝ち点3330。あ、ほんとだ、スペインが7。え、スペインが7、コスタリカがマイナス6、日本が0、ドイツがマイナス1。そういうことか。あー、へえ、そういうことか。そういうことかしか言ってない。あー、そういうことか。あー、ほんとや、そういうことか。7から1。あー、へえ、そういうことか。00。ふーん、へえ。え、じゃあさ、このさ、次さ、スペインとドイツが戦うじゃないですか。このじゃあ、その仮にドイツが勝ったとしたら勝ち点が3になるってことですよね。でその333でさ並ぶじゃないですか。そうなった時に、それでさ、そのさ、その得失点のさ、ここの部分がさ0になったとしたらさ、え、そうなんだ。日本は引き分け以上、引き分け以上の、あ、そうなんだ。じゃあ、じゃあドイツには勝ってもらわないといけないんですね。なるほどですね。へえ、頑張ってほしいね。頑張ってほしいねみたいな。あ、間違えた、ドイツ、ドイツだ。あ、ドイツじゃない、スペインだ、スペイン。もうダメだ、ちょっと頭まで蝕まれてる。スペインだね、スペインの方だね、スペインだ、スペインに、あの、スペインの方を応援しないといけないんだ私は。じゃあ非国民とか言わないでよ。間違えただけじゃないですか。
いたですね、ファイトでございます。非常にファイトでございます。めっちゃ綺麗やね、カタールのあのドームみたいな会場。夜中どうだろう、なんかたまたま起きてたら見ようかな。なんかね、たまに私ね、朝ね、たまたまね起きたりするんですよ。あ、目が覚めたみたいな。あんまりこう何やろ、体力そこまでなんかそがれてない時、なんかそんななんか体動かしてない時とか、たまにめっちゃ朝方パッて目が覚めたりする。トゥルンドゥンドゥンドゥルンドゥンドゥンドゥルンドゥンドゥンドゥルンドゥンドゥン。おはようツイート、おはようツイートします。いつかちょっと12月7日までフォロワー1万人いくのが厳しそうなので、今年中に買いたいと思います。2023年になる前は、なるまでには1万人を目指して頑張ります。お願いします。そう、あと500人ぐらい。Yes。 ああでもツイートしないといけなくなったツイートしないといけなくなったツイートするのがまるで嫌かのように。違う、嫌じゃないんですよ、ツイッター。違う、あのね、嫌じゃないんです。嫌とかじゃなくて、なんかあれなんですよ。ちょっとね、いろいろあるの。いろいろあって、ツイートが、できなくなっちゃう。諸事情により、なんかさ、私チェーンソーマンのさ T シャツ買おうとしてます、今。チェーンソーマンのパワーっていう子が好きなんだけど、おうおうおう、フィレフセ人間、わしの名はパワーじゃ、パワー。あれ、今似てたくない？パワー。
戦争マンハマっちゃった。12巻もゲットした。次がね、1月にね、13巻がね、発売されるらしいから買いに行くぜ。電子版はね、電子版もいいけど、なんか単行本で欲しかった。アニメ全然見ない、漫画も全然見ない。でもなんかチェーンソーマンはすごいハマっちゃった。面白い、意味が分かんなくてずっとね、ずっと話がミーってなんか続いていくイメージ。なんかあとなんかめっちゃ分かりやすいかっていうと、どっちかっていうと何回も読み返して理解するっていう感じかな持ってるのは、うん、チェンソーマンだけ。でも今ね、アジンにもハマってるんですよ。だからアジンも欲しいなと思って。あともう一つ、デスノートも面白くて地下欲しいですね。でもデスノートは結構アニメで見たので、アジンにしようかな。東京グール？東京グールはね、私はね、途中まで読んだ。あの、私のお兄ちゃんが東京グール持ってて、漫画単行本で持ってて、だからそれはね見たことある、途中まで。でもね、ちょっとやめた途中から自分ドカベンも家にあったよ、私の実家に。でもいつの間にか消えましたブリーチは友達が好きだったな。うるせえやつらやってるよね。ナルトも本当に途中まで、あとワンピースも途中まで見たことある。でもワンピースはもう長すぎて疲れちゃって、あの休憩してたらいつの間にか見なくなりましたナルトはね、ナルトもね、なんか長くて休憩してたら疲れて離脱しました。ワンピースは
ちなみに空島の空島だったっけのとこまで見ました。そう合ってる？空島なんか石畳みたいなところで戦ってるボコスカやられてるところシーンで終わってる結構もう昔だよね空島で離れる人多め。あ、そうなんだ。ちょ、私ちょっと離れちゃったね、心折れちゃうよね。心折れなかったのは本当に進撃の巨人と、いや今まで進撃の巨人ぐらいしか心折れなかったんだよね。でもなんか今回なんでか分かんないけど私はチェーンソーマンにハマりました。なぜかというと、話の意味が何回も何回も読まないと分かんないから本当なんかええみたいな。展開が早すぎて、だってめっちゃ人死ぬし、チェーンソーマン。あ、あと絵も好き、すごい絵も好き。めっちゃどんどん死ぬんですよ本当にこの漫画今のところ第2部になって主人公が本当にパラパラっと出てきただけで全然出てこないし、私のそのこれを言っちゃうとあれだから、いや本当に私の推しとかもあーって感じなんですよ。アイゴジは何の魔人ですか？私はですね、今今喉の魔人ですね喉の魔人。喉の魔人と契約してますイソジンのカバと契約してますイソジンのカバの悪魔と契約してますカバと契約してる。なんか喉の痛み、健康な喉を上げるためにこんな喉のを上げる代わりに契約してます。漫画見てなかったら意味わかんないよねこの話でもイソジンの悪魔はそんなに恐れられてないからパワーは強くないですね。ちなみにこれが私の推しなんですよ。
んか本買ったらついてきた。かわいいね。これなん、なんのなんかガイドブックみたいなやつ買いました。でもだからなんか T シャツもね買おうとしてますね。マキマさんも好きですよ。マキマさんも好きだけど、私パワーの方が好き。今待ち受けパワーだもん。待ち受けパワーにしてる。あーマジで好き。声がめっちゃ好きなんですよね、アニメの。あと性格もめっちゃ好き。ハマってます。嘘、私コベニちゃんめっちゃさめっちゃイライラするんだよ。コベニちゃんコベニちゃんコベニちゃん、でも最近やっと好きになった。最初なんかコベニちゃんに対してすごいイライラしてて、でもまあ確かにあの確かに魔人を見るってな、魔人を目の前にしたらあんなおどおどしちゃうよなと思って。ってな感じですね。ハマっちょります。アニメも見てますね。アニメが始まってハマった。あー確かにね、アニメ大きいよね。Tシャツ買うか迷ってる。どうしようかな。でもなんかフィギュアも欲しいなって思ったんですよ。そしたらとんでもなく高くてやめました、さすがに。さすがにちょっとやめた。1万8000円ぐらいするフィギュアが。なんかね高いよね、ああいうのって高いよね。原作読んでない。え、そうなんだ。チェンソーマン？今なら全然私貸してあげるから一緒にハマりましょう。一緒にハマってくれる人募集中。あー全然貸します、貸します、貸します。
私の家にみんな来てください。チェンソーマンの面白いポイントですか。まず主人公がおバカすぎるおバカすぎるっていうのと、あと展開が早すぎて頭の中で整理が追いつかないから何回見ても楽しい。で3つ目がなんだろうな、ただのなんか王道ヒーロー漫画系かと思いきやそんなことなくって、結構ダーク系で見てたら本当にうーってなるんだけど、でもすごい爽快感もある。これが私の中のハマったポイントですで、そして私がすごい大きいのはその血の魔人なんですよ、パワーっていう登場人物、その女の子が。そのパワーが本当に私のドタイプだったからハマったっていうのがあるタイプなんですよ。本当パワーを見るために見てるみたいな部分はあるそう、ちょっと本当に本当に可愛いんですよ。もう本当に可愛いの、パワーちゃんが本当に可愛くて好きなんですよちなみに他のパワーのこれ可愛い、本当に好き。読んでみて。ちょっとやんちゃな感じがすごい好きなんです。見せたらあかん今すごい好きおすすめです。じゃあそろそろ1時間経つので終わりたいと思います。ちょっと野蛮っぽい感じもいいんだよね。すぐ嘘つくし、でもめっちゃ強い。わがままみたいな。私の好きな要素でしかない。じゃあ皆さん、あんまりなんか大きい声出して配信できなかったんですけど、今日はこれで終わりたいと思います。
また明日ね。ランキングを読みたいと思います。早く良くなりますように。13位アンニョンさん、12位ニコライさん、11位ケンケンさん、10位ダースーさん、9位ウミガメさん、8位クジマサさん、7位ロベルトスアレスさん。もう誰か分かっちゃうんだよな。6位ケンさん、あら、はじめましてケンさん。5位ウォニさん、カムサムニーだー。4位カタカナのタカさん、イエイ。ガントチャートさん、イエイ。2位シンゴさん、イエイ。そして1位はピクリンさん、イエイ。ありがとうございました。ありがとうございました。ごめんね、ほんとなんかメールあんま遅れてないし、ツイッターももうちょっとやりたいんだけど、頑張るね、自分なりに。気持ちは頑張りたいっていう気持ちはあるので許してください。ほんと、とりあえず今日は配信を頑張ろうっていう感じで頑張りました。すいません、本当にごめんね。ありがとう、いつも皆さん本当にありがとう。デンスケ、抑え込まれている。僕はもっと戦えるんだ。くそれでは皆さんさようなら。ほらデンスケ、あなたも挨拶をしなさい。皆さん、また明日も見てください。もっとちゃんと言いなさい。皆さん、また明日も見てください。さようなら。バイバイ。